それでは段ボールの出し方について説明いたします。段ボールはこのように紙と紙の間に波状の紙が入っているものが対象です。波状の紙が入っていない厚紙は雑穀紙として出してください。出し方ですが、このように紐で十字に縛ってまとめて出してください。紐はビニール紐でも構いません。まとめるときはガムテープは使わないでください。またこのように箱に詰めて出していただいても結構ですが、散らばらないようにしっかり詰めてください。出し方は3通りあります。1つ目の方法は地域の自治会や子ども会が行う有価物集団回収です。2つ目の方法はゴミ収集カレンダーの古紙の日です。3つ目の方法は各地域の市民サービスセンターなど市内30カ所にある紙リサイクル庫です。このうち有価物集団回収を優先的に出してください。